マジでこれ結構変わるよな、タルコフ。東大これ独り占めできるってこと？めっちゃいいやん、やってみたいな。初心者に優しくなったかと思ったら、初心者殺しに来てるね。大丈夫？4日で開発終了したりしない？これ。よし、じゃあ見てみるか。パッチノート。新しいコンテンツ、グランドゼロ。前からこれ予告されてたよね。この場所はレベル1から20までの初心者プレイヤーを対象としている。より高いレベル20以上の PMC はその場所にアクセスできません。なるほど。マジで限られた期間しか入れないんだ。でもこれであれだよね、ワイプの後からさ、こう始めた初心者の人とかが苦しむみたいなことがなくなるってこと。だって今まではさ、レベル1の初心者がさ、もうレベル60ぐらいの人と当たるとか普通に起こり得たしな。ちなみに僕もレベル2ぐらいの人を送った覚えがあります。それがなくなるってのはめっちゃでかいね。いや結構初心者のこと考え始めてるな、タルコフ。よくできてんな。スカブはどのプレイヤーレベルでもその場所にアクセス。あ、スカブは入れるんだ絶対。へえ。じゃあ困ったらもうここにグランドゼロに来て、足りないものをとりあえず集めれば積みはしないってことですね。新しいプレイのための視覚的な手がかりがその場所に追加された。へえ。すごいな。新しいボスコロンタイ。新しいボスコロンタイがストリートオブタルコフに追加された。え、2体ボスがじゃあいるってこと？カバンとコロンタイ。例えばカバンとの仲の良さはよく知られてる。あ、仲いいんだ。なんか同じマップにいるんだね。海岸線のリワーク。海岸線ってショアラインのこと言ってる。主要な見どころはそのままに、景観の大部分を視覚的に再加工しました。へえ。新しいエリアを追加した。へえ。何もなさすぎたからロケーション追加したんですか。場所の大部分を最適化して選別システムを完全に再設計しました。あー、これリスポンだ多分。マジでクソだもんこのマップ。積んでるようなリスポン多いんですよ。変わるんだこれ多分。ほとんどのエリアでコンクリートフェンスが地雷原と狙撃権に置き換えられました。え？パスツーライトのとことかももしかしてめっちゃ分かりにくくなった。怖いな。初心者に優しくなったかと思ったら、初心者殺しに来てるね。一部のエリアはゲームプレイを改善するのに再加工されました。川渡りを追加し、ほぼ全てのコードと狙撃権の位置、およびスカブの注目エリアの再加工をしました。あー、じゃあ全部変わるんだ。もう実質新マップだ。多分ショーライン相当リワークされたなこれ。1200を超える視覚的なバグと警備なバグを修正しました。1200個もバグあったんだ。実績システムがゲームに追加された。プレイヤーは様々な目標を加入すると実績を受け取ります。私の実績はワイプによって失われることはありません。私の実績はキャラクター画面の実績タブで確認できます。あ、それだけなんだ。新しい隠れ家ゾーンである電動がゲームに追加されました。このゾーンは記念品を展示できる場所として機能します。PMC によって殺害された反対派閥のプレイヤーのドクタグを披露すると戦闘スキルのレベルアップにボーナスが得られます。排除されたプレイヤーのレベルが高いほどスキルボーナスも大きくなります。へえ。これじゃあさ、ベアにした方がいいってこと？ユーゼックの方が多いんだよね確か。6、7割ぐらいユーゼックなんだよね。ベアでやるか今期。新しいヒットボックスと走行システム。頭部はヘルメットやマスクの保護ゾーンと一致する。個別の単純なヒットゾーンに分割されています。頭部領域に3つのヒットゾーンが追加されました。すげえなー、マジか。判定そんなシビアになるの？前腕のヒットゾーンの直径が小さくなりました。あー、腕に座れることが少なくなるんだ。鎧。37枚の弾道プレートがゲームに追加されました。胸セクション用に7枚、後部セクション用に6枚、ユニバーサルプレート、胸部と後部セクション用20枚、側面セクション用に4枚です。やばっ。プレートがどれぐらいのマスのやつになるんだろうね。結構それ大事だよな。持って帰れんのかな。ボディーアーマーとヘルメットに統合されたアーマーって多分あれだよね、合体したってこと？これ単純に防弾系のシステム結構変わるな。多数の防弾チョッキからフリーマーケットの禁止措置が解除されました。4クラス5、6および6の防弾プレートはフリーマーケットでは販売できません。っていうことはもうやっぱ手に入れるしかないし、アーマー自体の価値がそんなになくなったってことだねこれ多分。あ、そうだ、あと一番大事なの忘れた、パルクールだ。障害物飛びがゲームに追加されました。ウォールティングには2つのタイプがあります。障害物を登りその上にとどまる。例えば木箱に登ってその上から敵を攻撃します。障害物を飛び越える。例えば近道をするために小さな柵を飛び越える。これらのタイプのそれぞれには様々な高さに応じたアニメーション、スタミナと腕のスタミナの消費の様々なパラメータ、およびマイナスの効果に応じた様々なアクション速度があります。スプリント中は障害物を登ることを目的とせず、障害物を飛び越えることができます。なるほど。勝手にパルクールが出るか出ないかってことね。キャラクターを歩いたりダッシュしたりしてるときに壁にぶつかると停止するようになりました。うお、これ地味にあれじゃね？めっちゃでかいアップできてない？最後の最後で。壁ジャンプフィークとダッシュフィークができないですね。うお、だいぶ変わったな。重機を右肩から左肩、そして背中に、あ、そうだ、これだ。これも結構でかい要素だよね。武器の持ち替え機能だよね。
ファミューリーの概念なくなりましたね。マジでこれ結構変わるよな。タルコフ反応も変わるんだ。すべての武器の反動パラメータが再調整された。すべての武器もう、じゃあ何にももう分かんないじゃん。ライトキーパーサービス、特定のライトキーパークエストを完了すると次のサービスへのアクセスのロックが解除されるようになります。申請7メレットサービス、ライトキーパーはキャラクターにアイテムの申請7メレットを与えます。キャラクターがメレットを身につけている間、すべての場所にいるすべてのカルト信者は超忘れないビリにあなたを攻撃しません。ローグサポートサービス、プレイヤーがこのサービスを購入すると、そのレイドでは派閥に関係なくローグはサービスを注文したプレイヤーを攻撃しません。さらにローグはこのサービスを購入したプレイヤーが注意を向けたターゲットを攻撃することが行動で火力支援を提供します。すげえ。サービスプレイヤーがこのサービスを購入する、そのレイドでズレッチはプレイヤーが攻撃しているターゲットに発砲することでプレイヤーをサポートします。これじゃあ灯台の邪魔できるってこと？ズレッチサポートがあるってこと？すげえな。まあ、ローグサポートもか。灯台これ独り占めできるってこと？めっちゃいいやん、やってみたいな。マジで変わるな。クエスト変更へのバランス調整、拡張されたクエスト報酬、以前は利用できなかった取引オファー、物々交換、弾薬や防具の製造レシピのロックを開始すること、より頻繁に報酬が得られるようになります。パニッシャー2、パニッシャー4、タルコフシューターパート4、変わるんだ。 BTR、 BTR82A がストリートオブタルコフに追加され、あ、これ言ってた、あれか、装甲車か。ストリートタルコンに追加され、市内の様々な停留所間を移動します。 BTR の運転手は乗客に様々なサービスを提供します。アイテムを隠し場所に移動サービス、プレイヤーアイテムを周囲で発見ステータスで隠し場所に送信できます。金がまあ取られるんだろうけど、どれぐらいなんだろうね。 SOT すごいな。ダブルファームとかできるんじゃない、これすごいな。お、鎮痛剤の視覚効果が変更された、ナイス。すごいな今回のアップデート。これ消化しきれんのか、これ PV 見てみる。言わんやろ。おー、なんかかっけえ。もう俺は今から PC が大破するんじゃないかなと思って怖いよ。グランドゼロか、爆発しそう。大丈夫、4日で開発終了したりしない、これちょっと怖いんだけど、このグランドゼロ、まさかね。おお、すげえ使ってるわ、早速。なんかそれっぽいな。うえー、本編では誰も使ってないね上からこうやって撃つやつね誰も使ってないやついやー楽しみだな、これ見てると。あっつ、 Get ready for escape。 いや、かっこよすぎだろ、なんか対策感あるな。